21出身民事、新プロフィール写真を公開。遠征賭博容疑のヤンヒョンソクはイジーガン代表に1審で罰金刑。1500万ウォン宣告。BTS、防弾少年団、アイドルチャート11月第3週アチャランキングで1位に。2位はブラックピンク。新人エスパが3位に急浮上。俳優チョンギョンホ、YouTube 番組で恋人スヨンとの記念日について言及。もうすぐ付き合って3000日。記念日には余裕があれば旅行に行くし、なければ高級レストランで食事をする。BTS、防弾少年団、12月2日に放送されるフジテレビ系列 2020FNS 火曜祭り第1夜への出演を確定。番組ではダイナマイトのステージを披露する予定。ジェジュン、12月2日放送のフジテレビ系 2020FNS 火曜祭り第1夜で小田和正の名曲をカバーする。ドラマイテウォンクラスロケ地で披露。エスパ、舞台にも盗作説が提起。ミュージックビデオの盗作説が原作者との合意で解決されたら、今度は舞台の盗作説。日曜日の音楽放送人気歌謡の舞台装飾が問題。米国カリフォルニア州で活動中のアーティストが問題提起。私の作品と不便なレベルで類似している。